じゃあ、精神病患者が天皇家やったことについても、ちゃんと告発してるよ。じゃあ、実際にあった歴史として、精神病患者が、なんと天皇家をやっていた。天皇の蔵に精神病患者がついていた。上の世界の、外の世界の精神病患者が、うちのそばにいたか、原因で。で、そいつらの前に懲罰とかカルトババアがいた。な？っていう事情をしっかり書いた子は実は、しかもめっちゃ恥ずかしい。情けない。恐るべき話だけど、恐ろしい話だけど、書いたらね。じゃあまた誰か実践したら、それを取り締まって、みたいな。わかった。